アンペロサウルスは、白紀後期、現在のヨーロッパに生息していた、ティタノサウルス類の竜脚類恐竜の属の一つである。最近のメディアではフランスで最も有名な恐竜として報じられている。生態復元創造図人との大きさ比較図多くの竜脚類同様長い首とを持っており、さらに背中には皮骨の装甲があった。体長は15メートルほどであった。 規定的キタノサウルス型類であるギラファティタン、ブランカイトアンプラソリス SP の頭骨内の迷宮部を比較すると、形態の縮小が見られる。校舎の特徴は頭部を動かす範囲の制限が関与している、可能性がある1995年、フランスの古生物学者、ジャンルルフによって、命名、記載された。俗名は古代ギリシア語で、ブドウを意味する、アンペラスと、トカゲを意味する。 ソーロスから派生していて、最初の化石の発見地が、フランス南部にあるブランケット・デリムワインのブドウ園に近いことに由来する。唯一の種である、えー、アタシーは近くを流れる、オード川のラテン語名であるアタックスにちなんで命名された。アンペロサウルスの最初の化石は、フランス南部のオード県にある、マチカンパーニュイコールシュルイコールオードの近郊で、発見され、 マルヌルージュ地下類層下部の白亜紀末期のマーストリヒチアン前期に属する約7000万年前の地層から発掘された。この堆積物は古代には多数の河川が流れ込む氾濫源のものである。最初の化石は1989年にボーンベッドの中から発見され、多数のアバラ骨、ドーシー、オシー、シの骨が含まれていたが、 頭蓋骨は一本の葉を除いて発見されなかった。異なる大きさと形状の皮骨もボーンベッドの中から見つかっている。これらの化石は複数の個体に由来している。1989年以降フランスの同地域で多数の化石が発見されていて、頭蓋骨や化学骨の化石も含む完全な骨格も見つかっている。 頭骸骨が骨側骨をしの特徴と皮骨の存在からアンペロサウルスはアラモサウルスやサルタサウルスを含むティタノサウルス類の派生的なグループであるリトストロティアに属していると考えられる。しかしアンペロサウルスの系統解析はまだ行われておらず結論することはできない。完全な骨格は発見地と同じ地域にあり恐竜に特化した。 博物館である南フランスのエスペラザの自然史博物館で見ることができる。アンペロサウルスは現在ヨーロッパで最もよく知られている竜脚類である。他のヨーロッパで発見された竜脚類にはハンガリーから発見されたマギュアロサウルスやスペイン、カタルーニア州で発見された未命名の種などが含まれる。 多数の断片や孤立した骨はこれらの種のいずれのものでもない可能性がある。かつてゴンドワナであった南の大陸で多数のティタノサウルス類が発見される一方、北半球のマーストリヒトキの堆積物からいくつかの派生的なティタノサウルス類の種が発見されている。これには北アメリカのアラモサウルスやアジアのオピストコエリカウディアが含まれ、北と南の大陸の間に少なくとも 断続的な接続があったことを示す。このことは、アベリサウルスかのような白亜気候機の住脚類、言い換えれば、南の大陸で知られるような恐竜であるタラスコサウルスがヨーロッパで発見されたことからも、確証される。ありがとうございます。